今回は決算レポートといたしまして、アプライドマテリアルズを取り上げたいと思います。半導体製造装置の大手であります。1桁なんですけども、業績が回復してまいりました。ただ、中国向けが大幅に減っておりまして、これが今後見た時の不透明要因になっております。 半導体製造装置のですね、今、世界トップが e u v 旅行装置を独占している ASML ホールディングになると思いますが、数年前まではですね、アペレルドマテリアルズが世界のトップでありました。特にロジック半導体のに使う前工程ですね、ウェイハンドウェイに回路を込んでいく工程、これに使う前工程の装置に非常に得意な会社であります。特にプラズマ CVD という非常に重要な 機器でトップシェアを持ってる会社であります業績を見ますとこの会社10月決算でありますがあ、2024年10月期の第3四半期一桁なんですけどもようやく増収増益に転換いたしました第2四半期まではですねパットしない業績が続いておりましたこれはあの半導体設備投資が あちょっと伸び悩んだということでありまして、これが1年以上続いていたわけなんですが、あようやく一桁ではありますけれども増収増益になってきたということであります。第4四半期もですね、第3四半期よりは売上が伸びると前年比でも3.1%増ということでありまして、えまあ、会社の見通し低い見通しではあるんですけれども、おそらく増収増益が進んでいくのではないかというふうに予想されるわけであります。 これがセグメント別の業績でありまして、このセムコンダクターシステムズというのが半導体製造装置のビジネスであります。で、この半導体製造装置のビジネスの中でもですね、シリコンウェアで300ミリという大きいウェアがあります。 これに対応した製造装置のビジネスでありまして、それ以外の200ミリ以下の製造装置については、この下のアップライドグローバルサービス、これの中に保守サービスと、その200ミリ以下の製造装置、それから中古品の売買や中古の部品の売買、こういったものも入っているということになります。 でセグメント別に見るとです、ね、このセミコンダクターシステムズが、たいほぼ1年ぶりに一桁ながらの増収増益に転換してきたということでありまして、やはり半導体設備投資が活発になってきているということです。また、これは東京エレクトロンのところでもお話をいたしましたが、新しい技術が半導体の生産現場にどんどん入ってきているということですね。それからメモリーが非常にに重要になってきてきると いうこともありますこういったところから、ですねこのセムコンダクターシステムズの1桁増収増益というところが見て取れるわけであります。それからアプライドグローバルサービス、これは保守サービスの部署でありますので、このセムコンダクターシステムズが伸びれば、それに大体連動して伸びる傾向があります。まあ、完全な連動というわけでもないんですけども、このアプライドグローバルサービスが、ですねこの営業利益率が少しずつ上がってきていると。 いうこ,とこれが一つのポイントでありますでこのセムコンダクターシステムズの分野別の売り上げを見ますと、まずファンドリーロジック、これがです、ね、1年以上前にピークをつけて減ってきておりましたが、ようやく底落ちして増え始めていると。 特に先端ロジック向けですね、今の3ナノ、それから来年から本格投資が始まる2ナノですね、それに加えて、中国向けの政治ロジックがまあ即座性するような形で、このロジック向けが伸びてきたということです。一方で、D ラン向けが大幅に減ってきております。これは中国の D ラン向けが直近のこの第三四半期に大幅に減ったということであります。 ここがですね、今後どうなるかで、業績の伸びが決まってくるとういうことになろうかと思います。はい、これが地域別の売り上げ高でありまして、アメリカ、それからヨーロッパ、日本、韓国、台湾、東南アジア、第2四半期に比べまして、すべて増収ということになります。ところが中国向けだけ大幅減収と。 いうことになりますこの減収した要因が d ー a m が激減したりと、大きく減ったみたいでありまして、この要因があるわけであります。その結果、ですね第2四半期から第3支援期にかけての増収率が低下してしまったということであります。これが今後、どういうふうになっていくのかということがポイントであります。会社側はラムは,いずれは戻ると 成熟ログチックト向けは堅調だというふうに言ってるわけなんですけども、まあ、このあたりの動きは、ですねやはり第4半期以降、じっくりと観察する必要があるかなというふうに感じております。ということで、アプライドマテリアルズの業績予想でありますが、セグメント別のですね業績見積もりをやってみますと、24年10月期については、やや情報修正かなと思います。 それから25年10月期についてはですねやや過方修正かなと思いますで売上高についてはですね今回の中国向けについては成熟プロジェクト向けは堅調。 それからィーラー向けは緩やかに回復するというのが私の見立てなんですけども、第2四半期から第3四半期にかけて、中国向けが大きく減りましたので、これが25年10月期の伸び率にもどうしても影響を与えてしまうということになります。この点についてはです、ね、今後、四半期ごとの様式を見ていく必要はありますけども、ただ、25年10月期につきましては、設備投資、非常に活発になる。 ことが予想されますし、それから東京エレクトロンのところでもお話したような、新技術ですね、バックサイドパーデリバリー、それからゲートローラーランド、それから HBM もどんどんやはり増産が進んで、スペックも向上していくと。 ということになりますので、25年10月期の増収率、これは2024年10月期よりも高いものになっていくだろうと思います。ただですね、前回の予想に比べますと、やはり中国向けを慎重に見たほうが良さそうなんで、前回の予想よりは引き下げたいと思います。で、個々のセグメントの採算が向上しておりますので、 売上げ前回に比べて下方修正はしますけども、営業利益の下方修正幅は、小幅というふうになるだろうと思います。はい、ということで,です、ね、今後6か月から12か月間の目標株価でありましたが、前回290ドルでありました、これを260ドルに引き下げたいと思います。 で目標株価を引き下げた理由というのが、ですねやはり来期の問題でありまして、この中国向けがやはりどうしても不透明ということになりますんで、中国向けはまだ好調だった時に、目標株価を設定しておりますが、前回290ドルということになりますが、これはやはりちょっと今回、ですねあの25年10月期を見ながら、目標株価を考えるときに、中国向けが不透明であるとういうことはやはり考慮せざるを得ないと。 ということになります、まあ、それが、えー、一つの要因でありまして、目標株価、前回290ドルだったんですけれども、260ドルに引き下げたいいと思いますただ、今の株価と比較いたしますと、25年10月期というのはです、ね、業界ね、業績変化率はより高くなる見込みでありますので、アプライドマテアルズについては、目標株価を引き下げはいたしますが、中長期では引き続き投資の意味を感じる銘柄であります。 はい、今回はアプライドマテリアルについてお話をいたしました。えー、この動画、ご評価いただけるようでしたらいいね、それから登録をお願いできると幸いでございます。えー、ご清聴ありがとうございました。